ユーリ・ユリエヴィチ・ボルドイレフは、ロシアの政治家、出版社、ロシア人、レニングラード電気技術大学、レニングラード金融経済大学を卒業する。1989年、レニングラード市から、ソ連人民大議員に選出された。ロシア共和国最高会議議長最高諮問評議会、議員。1992年、ロシア大統領府監督局長。 1992年ロシア、下院国家会議選挙において、グリゴリー・ヤブリンスキー、ウラジーミル・ルキンとヤブリンスキー・ボルドイレフル・ルキンブロックを結成する。しかし、1993年2月に同ブロックを離脱し、同年ロシア連邦議会上院連邦会議議員に当選。1995年から2001年までロシア、会計検査院副議長。2002年から、 しばらく正解を離れ、編集、出版に携わっていたが、2007年再び正解に、復帰し、公正ロシアに入党。2007年ロシア会員選挙では、同党の比例代表名簿の筆頭3人のうちの1人となり当選した。ウィキメディアコモンズには、ユーリボルドイレフに関するメディアがあります。ありがとうございます。